え、じゃあチャンスボールってもうチャンスボールじゃもはやないもはやないんですチャンスじゃない山なりの難易度が高いボールそうなんです。はい、テニスファナティックスの小村です。今日はなんとスペシャルイベントスペシャルコラボということでこの方々に来ていただきました。どうぞ。テニス部屋から来ました。どうもダッサルスキューテニス部屋のマッシュです。キクちゃんです。はい、というわけで、今日はですねテニス部屋のこのお二人と、はい、コラボということでテニスファナティックスなりのこの絡み方をしていきたいと思いますんで、はい、僕実はこうやってがっつりのこうテニス系 YouTube やってらっしゃる方とのコラボ初めてなんでちょっとねかなり気合い入れてきました。気合いが入っている、はい、でいろいろちょっと考えて、はい、僕なりの色を出したやり方をですね、はい、やっていきたいと思いますので。わかりました。期待していただければと思います。はい、はい、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで、早速やっていきたいと思いますけれども今日やりたいのは、はい、チャンスボール。チャンボ。チャンスボールって、まあ、これ僕の YouTube とか今ノート書いてるんですけれども、はい、でちょっと言ってることもあるんですけれども意外と難しいですよ、ね、ふわっと浮いてくるボールって簡単そうに見えて結構皆さんミスするんです。いやそうですよね、うん、はいはい、なんでミスするかっていう考えた時に、はい、だいたい普通のボールってね、はい、こういう弾道で比較的こう上下の運動が少なく、相手コートから自分コートに向かって横方向のベクトルで飛んでくるんですね、うんうん、ですけどチャンスボールってこう浮いてくるから、はい、こう上下運動が激しいんです。あ、確かに。それに対して、はい、ラケットって横に振ってきますよね、はい、で横に来るボールをラケットでこの、はい、ボールの軌道に対して、はい、こう90度に当たるように、はい、ラケットを振るのはすごく簡単。なるほど。こう上下動するものに対して打つときにやっぱりずれやすいですよね、はい、フレームに当たったりとか、はい、変にこうしゃくり上げようとしてフレームショットになったりとか、はい、それが難しいので、はい、このボールの軌道に対するラケットの軌道の当たり方がまず一つ難しいポイント。ああ、なるほど、はい、それと、はい、もう一個はボールのベクトル、ボールの重さみたいなものなんですけど、はい、普通のボールはやっぱりさっきと同じベクトルこっちに向いてるんで、はい、向こうに行く、自分のコートに向かってくる力があるわけですね、はいはいはい、それに対して打つから、はい、自分のボール自分のスイングのパワーとある程度相殺されて、はい、ボールが飛んでいくんです。確かに。なんですけど、はい、ゆっくりのボールっていうのは、はい、こう力のベクトルの方向がこっちに向いてないんで、はいはい、同じ打ち方をしてしまうと、はい、こっちのパワーが強すぎて、はい、ぶっ飛ぶんですよ。あ、だからより集中して慎重に打たないと相手のコートに入れ込むっていうのが結構難しい、はいはい、だからより慎重にならないとミスしてしまうっていうのがチャンスボールなんです。え、じゃあチャンスボールってもうチャンスボールじゃもはやない。もはやないんですチャンスじゃない。チャンスじゃない。山なりの難易度が高いボールそうなんです。そういうふうに思った方が実はよくって、はい、でそれをうまく今言ったこう2つのポイントを踏まえながら、はい、チャンスボールをしっかり打つための、はい打ち方、3通りの打ち方を今日ちょっとやっていきたいと。3通り3通り、はいはい、やっていきたいと思います、はいはい、じゃあ早速やっていきたいと思います、はいはい、まず1つ目の打ち方っていうのは、はいはい、ボールがバウンドして、はい、トップの位置、はいはい、でボールが上にも下にも行かない状態の、はい、そのタイミングで打つ、はい、これはさっき言ったボールの上下運動でによるズレが生じないようにこうトップの状態で打つということ。ただこれだとさっき言ったベクトルは全然ないので普通にまともに当たってしまうとカット飛ぶ可能性が高いです。なのでそこをより注意した上で少し当たりを抑えてやりながらしっかりコントロールして相手を追い詰める、はい、決して一本で決めようとしないこと。あ、これ、はい、決して一本で決めようとしないこと、はい、しっかり相手のコーナーを、ね、コントロールして相手を追い詰めるための一つのショットだと思ってコントロールする、はいはい、やってみましょう、はい、トップ打ちです。トップ打ち、そろ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 。あ、カメラが OKOK 大丈夫、当てても大丈夫だから。そうそうそう、もうちょっと打点前にしてもいいかな。はい、
そう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 。そう。いやでもトップで今まで考えたことなかったんで。そう。これでトップで打つということは、はい、打点をミートしやすくなります。はい。そう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 。めっちゃミートしやすい。そう。なのでミスしにくい。はい。ただカット部ことだけを気にしてしっかりコートに抑えるように少しラケットをかぶせてやりながら。はい。はい。打つ。あと3球いこうか3球。はい。OK。OK。ラスト。ナイスショー。そう。結構今のいいですね。はい、今のもう初っ端からかなりいい感じで言ってたんで、はい、マッシーさんは今みたいなトップ打ちをやるのは結構いいかもしれない、はい、ありがとうございます、はい、で次にじゃあ2つ目、はい、2つ目の打ち方あります、はい、これはですね僕流じゃないですこれは、はい、あの小村流ではなくて、はい、どちらかというとこの間話を聞いた、はい片山翔プロのやり方です、はい、なんと片山翔プロはこのやり方をやるって言ってました、はい、分かります何かっていうとボールがバウンドして上がりっぱなを叩きます、はい上がりっぱなを叩く上がりっぱなってどういうことかっていうと、はい、上からもうトップに行くまでの間に叩き込んでしまう、はい、これがいい点っていうのは2つあって、はい、1つは早いタイミングで返すから相手の時間を奪うことができますよね、はい、それとボールがこっちに向かってくるベクトルがまだ生きてるんで、はいボールの重さを感じることができます、はい、だから暴発することが少ないおなるほどただし、はい、タイミングが難しいあなるほど、はい、タイミングの取り方がすごく難しいからよっぽど集中してピンポイントで取りに行かないとミスする可能性がある、はい、今みたいにライジングで打ってみましょう2つ目はライジングです、はい、ちょっと突っ込みすぎたちょっと突っ込みすぎたもうちょっと上げてもいいか分かりましたタンタンそう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 タンタンみたいな、はい、タンタンそう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 タンタンうんタンタンオッケー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 あでもいいかもタンタンあでもね安定感がうん難しいタンタンそう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 タンタンこれをね打つときに、はいこれはすいませんもう完全にパクリなんですあの片山翔プロが言ってたやり方は、はいはい、最初に構えた時にしっかり力む、はい、力む、はい、あのリラックスしようと思わないこと最初にしっかり力んでかっちりとここ、はい、グリップを握るところから腕の力をしっかり入れた上で、はい、で打つ瞬間にスッと抜く、力んでスッと抜くっていうこのやり方をするとヘッドがピシッと走るんで、はい、いいとなるほど片山翔はそう言ってました、はい、一回やってみます分かりました、はい、グッと構えてグッと構えてそうおいいボールグッと構えて惜しいちょっと難しい、はい、今のはトップになっちゃったねそうそうそ う, そうあと3球いこう3球オッケー。でも。オッケーオッケーオッケー。ラスト。はい。オッケー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 。さっきのトップ打ちよりかは、はい、ミートするのがちょっと難しかったと思います。難しい。だけれども、はい、うまく当たれば、はい、さっきのよりもよりフラットに近い勢いのあるボールが打てるし、はい、相手が戻る。時間を与えずに、はい、こっちが攻撃することができる確かに、うん、ただ難しいっていう、はい、あります難しかったです、はい、タイミングがなのでこれは使い分けが必要かなと思います今のは結構試合で今ぐらいの練習でこう、はい、成功率だと、はい、試合で使うのはちょっと難しいかなって感じですねちょっとね、はい、たくさん練習しないと分かりました、はい、で3つ目、はい、次のポイントです次は、はい、上がってきたボールを少し落とします、はい、落として腰ぐらいの高さでミートするしかもボールが落ちてくるんで、はい、落ちてくるボールに対してこうベクトル落ちてくるベクトルと90度に当たるような感じの少し
持ち上げてやるぐらいの感覚のラケットの軌道だとミートしやすいですし、ボールの重さも感じます。ただしこの場合はボールを落とすので相手が戻る時間を与えてしまいます。だけど普通の普段のストロークと同じような打ち方ができるので多分難易度は一番低いです。僕は一般プレイヤーの方にはこのやり方をお勧めします。なぜかっていうとなかなか一般プレイヤーの方がここで打つ練習とかしないじゃないですか。だいたいここで打つ練習しかしないから、いつもやってる練習通りの打ち方ができるここで取る、多少相手が戻っても、まあ、それでもあの一般プレイヤーのやられる方であれば、コントロールされれば次にあの優位に進められるので、一旦下に落とす。ちょっとやってみましょうか。しっかり落として、落としてボールの重さを感じながらコントロールする。コントロールを念頭に置いてしっかり次のショットで、このショットでは相手を追い詰めて次のショットで決めれるような感じでやっていきます、はい、やってみましょう、そうですね、腰の高さまで落として、あ、一番楽、そう、絶対に入る、そう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 、ナイスショー。これは一番楽ですね。そうですね、普段の練習通りなんで、そう、OK、 あと5球いこうか、はい、OK、 いやー楽しい、そう、あまりこのチャンスボールの練習自体することがないんで、そう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 、ラスト、はい、 OK、はい、はい、よかったです今。ありがとうございます、はい、あの順番で言うと、はい、一番最後のやつが、はい、あの見てても、はい、スイングが安定してたし、はい、ミスが少なかったと思います、はい、でその次に一番最初にやったトップ打ちが、はい、ミート率が高かった、はい、でやっぱり一番難しいのがやっぱりラウジングで打つやり方ですよね。そうですね、なかなか合わなかったですね、うん、そう、ただ一番攻撃力があるのはライジングなんだけれども、はい、あれをしっかり安定度を高めようとすると相当練習しないといけないので難しいかなと思いますけれども、なるほど、ここはじゃあ安定度と、まあ、あの相手の攻撃力と、はい、を考えながらショットをチョイスする、なるほど、はい、っていうことが大事かなと思います。わかりました。はい、菊潤さんにもチャレンジしてもらいます。トップ、そう。トップ、そう。トップ、オッケー。どう今の？いや、楽ですね。やっぱそうね。ミート率は高いよね、今の。ネットの怖さもないです。確かに、はい、高いところで取ってるから、はい。ただあの打ち方も。普段からちゃんと高いボールを打ち慣れてないとやっぱぎこちなくなっちゃうんで、まあ、ちゃんとやってる人はね打てるんです。ちゃんとやってる人は。おー、よかった。